皆さんお疲れ様です。風のしずくです。今日は予定通り、プレート系っていうのかなを作っていきます。使うものはまあまあ基本的に全部プリザ、パープルとピンクも入れようかなと思って、ピンク。あとはブラックなディサイで、そのピンクを使うならピンクなディサイも使おうかなと、ちょっとやってみないと分かんないんですけど、それとこういうね形のものにここに名前を入れて貼り付けて、周りをお花でプリザで飾っていくっていうやり方なんですけど、こういう木材ですねをくっつけて、このリボンを貼ってあります。それで何から着手、とりあえずお名前を入れるんですけど、だいぶ前にポセ、あ、落ちた、ちょっと待って、だいぶ前にポーセラーズのロックグラスを30個オーダーいただいたお店なんですが、そこが今月2周年なんですね、オープンして。でまあ、今お店閉めてるのでいつお渡しできるかわからないんだけど、一応ねお世話になってるので気持ちだけでもと思って、ちょっと手作り感満載すぎて、本当はちゃんと仕入れに行って、なんていうんですかね、固まるハーバリウムとかそういうので やりたいんですけど、ちょっと今そういう状況じゃないので、もう手作り感満載で作らせていただこうと思うんですけど、で、まあ、シールを貼っていきます。で形のいいシールっていうか、これなんだろうな、これちょっと待って、嫌な予感がする。これ一回あれかな、レジンで止めないとダメなパターンかもしれないな。このシールが硬いっていうの、滑らかにしないとできないかも。腫れてるかな。あ、これはやっぱりちょっと一回レジンで上塗らないとダメですね。スペル、あんまり近すぎてもな。ラインストーンを乗せたいので、ちょっと間隔曲がってる。これ何、これやっぱ大丈夫かな。 N の位置がこうか、 T、T は1個しかないのかな。こんな感じかな。ダメだ、レジンで多分
塗らないと文字の上だけでもレジン、レジン、それちょっと硬化させないと心配ですね。ポロッといっちゃう可能性がある。これレジンだよね。あ、ちょ、やっちまったよ。チーとか言ってごめんなさい。感覚が難しいかも。でもしあのこの隙間が気になるようだったら別にのラインストアでなんかあのハート描いたりでもいいと思ってるので、ぎゅうぎゅうよりはいいかなと。ああ難しいな。これ全然シールじゃないじゃんね。だったら何マジックで手書きでよかったじゃんみたいな。まあ、レジンで固まってくれればそれでよしなんですけどね。浮いちゃうのも困るし。いや、思ったより細かい作業だな。曲がってないですよね。もっと上でいいのかな。悩むな。これでちょっと一回硬化させて はい、大丈夫みたいですね。しっかりついてるみたい。で、この上に
ストーンを乗せていくんですけど、この色がパープル、これではボコってる。だけど私はパープルだけで終わりたくないんですよね。7からいって7からいって7、9、12だとでかいかな。例えばの話ですけど、これクリスタルの子、ちょっとやってみる。はみ出るぐらいでもいいかなと思ってるんだけどな。5ってジェットじゃない、ブラックダイヤ、ダンザナイト、ローズ、あー、いやどっちみちクリスタル、すいませんブツブツ言って、ちょっと自分なりにちょっと計算がありまして、こう7で、ちょっとじゃない、ブラックダイヤブラックダイヤの7から7から次9ですね。9、あ、ここまで攻め台についてないんじゃね。あーやっちゃった9。で、次はジェットですね。Z の12、ちょっとここで急に大きくなるけど、12
なんか久しぶりだからすごい緊張する。これは本当はお花の方もプリセの方も講師免許持ってますけど、それ以外ではこのなんだろうデコ系の講師免許を持ってて、結構スクールはデコが多かったんですよね。ただデコの先生がやっぱりいろんなことをやっていて、もちろんお花のアレンジもそうだし、カルトナージュとかそういうのもやってたので一緒に教えてもらったんですけど、でキャンドルも聞いたら許可が下りたのでやらせていただいてるんですけど、ジェットの12に行ったんで、9、いやここが一番太い部分ってことですね。7、5行きたいな。入るかな。ちょっとの終わったか。とりあえず一文字だけお見せして、あとはあれですね、一回切ってって感じ。こうやって取った方がいいな。紙に取るとすぐ乾燥しちゃう。16の出番はないですね。9。ちょっとね、今日私頭がぼーっとしてるんですよね。昨日深夜に YouTube 開いたら、まあゲーム実況者が詳しくなくても知ってる方多いと思うんですけど、丸々一味っているじゃないですか。大きな声でいつも笑って楽しい人、あの一味の一人が真夜中にライブを始めてたんですよ。眠れないからってそれでコメントを入れると拾ってくれるんですね。拾って読んでくれちゃうもんだから、なんかそれが楽しくて、結局何時だ？朝6時半ぐらいかな。朝6時半ぐらいまでライブ見てて、めちゃめちゃ面白かったんですけど、コメントをね拾ってもらえるとね嬉しくてね、ついまた
コメント入れちゃうと。12だから9。で、ブラックダイヤ。ブラックダイヤ。どこ行った？ストーンは落とすと。でもこれ大きさ9じゃないな、混ざってたな。ついてない。こういう感じでグラデーションで作りたいんですよ。ただ全部黒でやるか。でもね、パープルも入れたいんだよな。一文字一文字書いていこうかな。とりあえず一番大きな文字が取り終わったので、あとはこれ全部あれしちゃうと長くなって、一回切って全部終わったらまたあげますね。はい。できました。ちょっとグラデーションっぽい字がちっちゃいんで分かりづらいんですけどね。あとちょっと寂しいから周りにクリスタルをちょっと乗せました。アジサイとかで隠れても別にいいかなと。まあ毛は綺麗にできたんだけど、やっぱ黒かっこいいですね。ただ黒のアジサイも使うので黒ばっかりになっちゃうのもと思って、こんな感じで読みにくいかな。まあいいや。これをここの真ん中に。なんか垂れてる。何？さっきのレシンかな。よいしょ。バチバチ。はい。真ん中っていうのがな。ガサツな私に。で、あとはもうプリザーとアジサイを乗せていくだけ。
です。私の勝手なあれなんですけど、そこのお店のイメージが黒とパープルなんですよ。お店全体がブラックな雰囲気で、ブラックって変な意味じゃないですよ。色的にブラックで、でなんかブラックとパープルのイメージで、そのお店に何か送るときってハーバリウムも一回、あれはお買い上げいただいたのかな。ブラックとパープルでハーバリウム作った時もお店のイメージでっつって、お店で販売してくれるってお話で、まあ、かなりたくさんの商品を販売していただいてるんですけど、でそれはこれは私がこのお店のイメージなんだって言ったせいか、マスターが買い取ってくださいまして、なので、今回もブラックとパープル、隙間は紫陽花で埋めれるから、やっぱちょっとね上気味かもしんない。これまたザク切りの方がいいのかな。ザク切りミディア、のがなんか綺麗にしっくりいく感じするな。ただ開きすぎるかな。どうしよう。ね、なんかざく切りの方が綺麗なか、こっちはいいけど、どうしよう。迷うな。こんな感じで、本当はピンクも入れようかなと思ったんだよな。ちょっとこれブチャイクなんですけど、まあしょうがないですね。ピンクも入れようかなと思ったんだけど、この感じで入れて、あとは黒の紫陽花にしようかなと。どうでしょうね。こういう方がいいのかな。結構細かく入れないとダメかもしれないね。隙間ができたらダメだから、できたらダメというか私が隙間を作りたくないから。これあくまでも仮置きなんですけど、もっとちゃんと紫陽花は敷き詰めますけど、難しいな。
この方がいいかな。この方がかっこいいかな。でもこの下がな、透けて見えるのが嫌なんだよな。うん。そうするとやっぱりざく切りだな。うん、どうしよう。同じ色のピンク。え、そう？同じ。その方がいいかもしれないね。あとここ全部黒のアジサイ。ざく切りでいきますか。気になんないかな、そんな。ピッチリくっつければ悩む。うん、これでこういう感じがいいかな。ちょっと一個つけてみる。あ、うん、ダメだ。脳がそれじゃなくても脳ちゃんと働いてないのに。脳が働いてません。つけてみて。うん、意外とくっつけちゃうと隙間は気にならないですね。こんな感じで、あとは実際を敷き詰める。
落としちゃった？わけわかんない。でも、アジサイの、なんつうんですか、隙間は、なんとでもなるので、すごいなこれ、クモの糸が相変わらず。なんか落ちた。結構これ使うかも。ここにつけて置いた方がいいな。どれで下の部分やっぱでも黒ってかっこいいな。
受け入れられにくいカラーでもあるんですよね、黒というのは。好きな人とあんまり好きじゃない人とすごくはっきりしてますね、黒は。特にこういうプリザ系は、やっぱりピンクとかブルーとか、まあ、イエロー、無難なカラーが万人受けするかな。ただハーバリウムが流行り始めてからは意外と皆さん自由な発想でやるようになって、コロナ自体とかも普通に売ってますけど、ちょっと前まではあんまりコロナ自体ってなかった。あってもなんだろう、やっぱり好きな人がいるからすぐなくなっちゃったり。これまたごちゃりたくなるパターンですね。真っ黒だわ。動画止まってないよね、画像動画。なんか今日止まってても分かんなさそう。思考回路やばい。でも YouTube が見れたりするといいですよね。ちょっと嫌なこと忘れられる。知り合いっていうか、まあ息子のフレンドさんとかがライブとかやってると、普通私こんばんはって入ってちゃうんですけど、お話ししたりできるので、今嫌なニュースしかないので、そんなのちょっと忘れさせてくれる。でついさっきも息子のフレンドさんがライブやってて、申し訳なさそうに入ってったら歓迎してくれて楽しかったです。どうかな、ちょっとちゃんとあれさ、ピント合ってる。やっぱここ寂しいかな。あとこの辺どうしよう。あまり派手派手にして、秋が来るデザインにもしたくないんだけど、ただね、本当にもっとちゃんと作ってプレゼントしたかったんだけど、なんせ外に出ることができないのでね、本当に手作り
感満載のもので申し訳ないぐらいなんですけど、私の得意なこれやろうかな。もう前のが多分なくなっちゃって、この間の仕入れ行った時にまた買ってきたんだけど、これね使えますよ。そうって言ってもでもな、ありきたりかな。ほらもう絶対最初が分かんないんだ。最初ここだったのね。まあいいや。でもこれ使えるけどなんか出番多すぎかな。だったら普通にこっから始めて買った方がいいかな。この辺から始めてこうね。本当に思いつきばっかり。思いつきしかないから。実際か。
こんな感じ。どうかな。ないよりいいか。うん、こんな感じかな。実際直してこのグルーガンの糸にはなんないんですかね、これ毎回思うけど、グルーガン大好き人間としてちょっとね気になるところがあるんだ。めっちゃ長い動画になってるような気がする。はい、こんな感じ。どうでしょう。ちょっとね字が薄いけど、ちょっと字が薄いけど2周年、せっかくね2周年迎えてね、こんな本当にあり合わせのものをねプレゼントするのは失礼かもしれないんですけれども、私のせめていつも感謝込めた手作りになってます。3周年の時はもっとちゃんとした素材で作らせていただきますので、2周年はこちらでお願いします。勘弁してください。お祝いができないのでね、ちょっとねいつ会えるかな、いつ渡せるかなっていう状態ですけど、とりあえず2周年用に、ノットさん2周年用に作らせていただきました。でも手作り感満載の割にはそれなりに形になってるよね。
のネタバレ動画は上げてから多分渡す、まあ、そりゃそうですよね、いつやるか分かんないから、ネタバレになっちゃうからこの下が木材だとかバレちゃいますけど、でもほんの気持ち受け取っていただこうと思っています。すっげえ一回切った後でもう30分以上やってんだ、ちょっと時間かかりすぎ、2倍速で見てくださいね。2倍速でももしかしたら20分ぐらいかかるかもしんないので、2倍速で十分です。はい、今日はお世話になっておりますの2周年用の、プレートを作らせていただきました。いや久しぶりに、なんか、まあ、前回もプリザーで楽屋未来でしたけど、なんだろう作ってる感がすごくある。だって全部手作りなんだもん。こういうのでストーンも乗せて全部手作りだからすごい作った感がある。ある意味そういう意味ではなんか久しぶりに、なんだろう、デコもしたなっていう感じです。よいしょ。はい、なんかバタバタはしてるし、脳ははっきり働いてないしで、なんか何喋ったのかもちょっと寝不足で覚えてない。余計なこと言ってないよね、私ね、大丈夫だよね。はいはい、本日もお付き合いどうもありがとうございました。次回はですね、悩んでるんだけどキャンドルやりたいな。だいぶ前のこれ、サシェの時のこれ、これで何かしたいんですよ。何もひらめいてないけどこれで何かしたい。キャンドルも全然やってないからキャンドル自体もやりたいし、一応あれでやってみて、失敗作をあげるかもしれない、わかんないですけど、とりあえず一回ちょっとね、プリだけがちょっと2回ほど続いたので、次はまあキャンドルやりたいなっていうのは漠然と思ってます。はい、すごいものっていうのは作れませんけれども、いろんな動画を上げさせていただいてます。もし一つでもいいなと思った作品がありましたら、チャンネル登録していただけると嬉しいです。よろしくお願いします。長いことお付き合いありがとうございました。それでは次の作品で、次の動画でお会いしましょう。風のしずくでした。さよなら。